はい、じゃあやっていきましょう。予定では今回のプレイで最後になる予定です。予定を2回言うなんて。カフマンキャブのね、購入費用、あ、4万ドルやったか、当てるためというのも込み込みで、まあ、せっかくタクシー会社なんだからっていうことで、わざわざ、タクシーミッションクリアしてまいりましたんで、つい先ほどね。まあ、基本のチートを歌ってる私ですが、さすがにちょっとタクシーミッションだけは、倍速チートを使わせていただきましたよ。で、まあクリアタイム自体はかなり短縮できたんですが、2倍速でタクシー運転するのがものすごい、なんかもう目が疲れちゃって、久しぶりに 3D 酔いしましたよ、もうさっき。で、ちょっと今もちょっと気持ち悪い状態というか、GTA バイスシー昔は 3D 用意したもんだが、ここのところ全然そんなことなかったんだがね、やっぱり無理な運転するといかんな、無理な運転ってか。はいはいはい、分かってますよっと。あ、やべ、火ついちゃった。やべ、ビップが死ぬっちゅうのあんた、なんて運転しやがる。あれ、ピップ、ポリースに引かれてんじゃないか。どうしよう、ポリースをなんとか巻かなきゃいかん。こういう時に役に立つのがハイドロジャンプだろうがよ。あげる、いけるいけるいける、よしよし。やっぱりジャンピングできるタクシーの方がね、お茶目でいいよね。あんな平凡なタクシーよりさ、ね、そうは思うんかい。思わんか、すまんかった。ほらほらほら、おっちゃん VIP やろ、お金持ってんねやろ、チップならなんぼでも期待しますよ。このジャンプ1回につきチップ10枚くらい払ってもらうかって、チップっていうシステムが私よく分かってないんだけどね。私は未だにチップイコール賄賂だと思っているような人だぞ。でも似たようなもんじゃないの、サービスに対してお金払うってね。ちなみにすんごいどうでもいいことですが、このおっちゃんですね、造形がちょっと気持ち悪くて、顔に縦線入ってるんですよね、この人。もしかしたら仮面ライダーというか、むしろダークブルー的な感じで、ここを真っ二つにちょーんとちょん切って、こう別のね人をこう合体させた、そう、言ってみればあれだ、ウサビッチのプーチンみたいに2つの体が1つに合体してる形なのかもしれない。だからなんやってね、せっかくなので飛ぼう。いやー、これちょっとやばいかもしれんな。やーばーい。逆向いとる。よっしゃ、無事でした。よしよしよし、いいぞ。あー、危なかった。何をやっとんねんってな、こんなね、潰しの効かないプレイで。まあ、潰しが効かないからこそいいんじゃないかと、そういうことにしておいてください。さて、じゃあまたお家に帰りましょう。このルートは大事ですよ。この空港ってすごい遠回りして入るようになってるから、タクシーミッションこっちの島でやると空港まで行ってくれみたいなのが結構あるんで、普通のルート通ってるととてもじゃないが時間が足りなくなっちゃう。
で、このルートを頻繁に使うことになります。倍数失踪率の方だったらね、橋かかってるからこんなことしなくていいんだけどね。なんだろう、3年前と今とで橋が焼かれたんかな。もしかしたら曹操が追っかけてくるから趙雲を通り、趙雲だけ通して趙飛が一人で回ってる的な。何を言ってるかほとんどの人は理解してないと思うから次に行きましょう。このミッションは前回はかなり工夫っていうか遊んでやったけど、まあ成功もできますよ。あんな時間かかるクリアの仕方したらあかん。ちなみに私がバイスシティの動画の中で一番気に入ってるのがこのタクシーミッションの何ミッションをプレイした時のパート16かな、一番気に入っております。なんつってもあれだろう、最後のキャブマゲドンでいろいろと遊べたからね。いやあれあんまり面白かった。あ、くそ、向こう行ったか。敵が台数を増やしたら運転手ごと始末するといういかにも GTA らしい。そっちがドライブハイをすりゃいいようなもんなんだが、まあ、せっかくだからねいただいていきましょうよ。お兄さん、おーおー、危ない危ない、なんて運転してやる。はい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 、えい、お、やべ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 、あれあれ、やべえ、こいつ立ったまま死んでやがる。あらららららら、ミッション失敗になってしまったわ。どうしましょうかしら。やり直すか、セーブして気にしなくていいか。タクシーミッションのためにタクシーに乗って元に戻ってくる。しかもうちのタクシーだよこれ。武器がなきゃどうしようもないから、まあでももうタクシーミッションっていうかこのミッションとあれボートヤードのミッションを済ましたらもうこの動画自体は終わりにするつもりなので、別に武器がなくても困らんでしょう。つってもこのままじゃこのミッションクリア自体が難しいから、何かしらの武器は入手しとかないとあかんな。この辺と、まあ、ダウンタウンで武器購入してくるのが一番いいか。やっぱりもう2万ドルだけ残しておけばお金に気にする必要もないので、ちょっとお金使ってきましょうかね。まあ、何にしても武器は全くないってわけにもいかんしね。そんなわけでそこですね、ここのアミューでちょっと武器を買っていきましょう。何でやろうか、スナイパーと MP、 はい、これでいこう。おお、1万ドル減ってもうたかな。気にしなくていいからまあいいんだけど、やっぱりでかいな。基本武器は買うゲームじゃないからね。ザ・ロスト・アンド・ダムドとかでは仲間が武器売ってくれたりして、あの時はよく買ったもんだが、ヘイヘイヘイ、タクシー乗せてけろ乗せてけろ、ちょっと待て、早い、あんた早い、これでは乗れん、頑張れ、もうちょっとで追い越せる。ほら痛い、乗せてくだしゃい。ほら、オッケー。まさか上に乗ってる人が撃たれるとは思うまいよ。あちょう、あれ消えた
なんでかこうドライ車運転してる状態からそのまんま運転手を打って倒した場合って一回地面に転がってから死ぬまでに時間差があるんだよね。あれ不思議だと思うんだが、なんなんでしょうね。うわー、1台向こうの島行ってるな、めんどくせえ。見てこの洒落たタクシー、上にピンクの矢印が立ってるんだぜ。かっこいいやろ、生かすやろ、惚れてまうやろ。ジャンプもできるしな。こっちのタクシーだとスピードが乗ってる時にジャンプすればそれだけでスタントつくんだよね。ついでにジャンプしよう。ほら失敗、失敗しました。せっかくだからあれやってみようかなと思ったけど、別にね、排気前提のタクシーだからどうなったって構わんしね。おや、目の前からタクシーが1台来てるぞ。じゃあいただいていきましょうか。えいえい、ナイス。あ、しまった、この野郎。失敗した。いや待て、失敗はしてないがバレた、敵だとバレた。オッケー、じゃあ次行きましょう。次、あいつはどこにいるんだ。向こうの島にいるよな、明らかに。くそ、拠点はこっちじゃないのか。いやらしいやつめ。遠い、あんまり遠くには行きたくなかった。せっかくだから飛び越すぜ。ほら、上の矢印がなんか煩わしくなってきたぞ。あー、こっちの島とかなんか同じようなタクシーばっかり走ってるわ。カウフマンキャブ、あー走ってるな。やっぱり実際にはでも、まあまあリアルで、リアルでかつ日本の話ですが、タクシー業者間というのはこういう風なあのライバル争いみたいにならないように、なんかいろいろな取り決めがあるって話を聞いたことがありますね。だいぶ前にテレビ番組でなんかその他社タクシーとのそういう競争とかにならない、まあ喧嘩とかにならないようにするためのある取り決めがあります、それは何でしょう的な問題が出てて、え、痛い、もうくそ、逃げられた。ポリースがいたから撃つわけにもいかんかったし、あん時の答えが何だったか覚えてないんだよね。何やったかな、追い越し禁止、そんなことはないか、そんなことはないな。追い越し禁止なんつったらマジで商売ならないもんね。なんかね、ルールがね、あの前にいるお客さんを横取りしないためのルールかなんか、そんな感じのルールが。何だったか忘れちまったよ。でも痛い、くそ、もう知らん。ああっと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 、こっちだ。ヘイヘイクイック、マルセイユルーレットか、またか。ヘイヘイ、一緒に始末してくれ。わああれ意外と壊れてない、参ったなこれ。ポリースのピストーレもいただいていこうか、せっかくだから。それともポリースに破壊してもらう。こうしてポリース撃ってこい。あ、なんだ今の、エアガンか、そのポリースが持ってる銃は。ヘイヘイポリース、カモンポリース、カバー、カバー、いいぞいいぞいいぞ。おお、燃えてる燃えてる、怖い怖い怖い。 OK、 はい、これで無事ポリースがタクシーを破壊したから損害賠償いただけるという寸法なわけないだろう。ポリース、まあ実際日本の警察とかっていうのはあれかね、
捜査とかの過程で損害が発生した場合に賠償責任っていうのはあるのかね。どうなんだろう。チェーンソー、あ、そうか、今警棒持ってるから。ほい、じゃあチェーンソーいただいてと。ここで凄惨なゲイパーティーが行われたことがわかる。あー、痛々しい。こんなところであーなことが行われたのね。もちろん人は死んでいませんが、そんなね、ハードなプレイの過程で人が死んでしまうなんて、そんなえげつないことがあってはいかんと思うのですよ。はい、壮絶死ってやつね。 SM プレイが行き過ぎた壮絶死的な、なんかアメリカにはそこそこあるらしいですが、そういう話も。おいおいって言われた。日本語喋る人が、どの人や、と思ったんだけど、そうそうそう、おいは、英語圏でも使うんですよね、そういえば。ほら、コロブデューティーモダンオフェア1のマクミラン先生が、プライスが、変な行動したりすると、おいおいって言われるもんね。おい、キャプテンプライス、なんちゃらかんちゃら、みたいな感じで。そうそうそう、そこで初めて知りました。おいは、日本語以外にも使われていると。まあ意味合いは、いや多分意味合いも一緒なんだろう。どっちが先かわからないし、語源が一緒かどうかもわからないけれど、なんかそういうもんらしいですよ、聞いた話ではね。次のタクシーミッションは、ていうかタクシーミッションって3つだっけ。私はキャブマゲドン、すべてはキャブマゲドンのためにわざわざジャンピングタクシーを作っておいたんだから、早くキャブマゲドンがやりたい。その過程でミッション失敗して死んどるけどね。立ったままで死んでやがるって悪来転移かってね。早くカウフマンキャブっていうか、まあしかし治安の悪いところにあるようなこの建物はよ。この辺ギャング同士の小競り合いがあるから。トミーさんは今両ギャングから敵対されてるから、この辺走ること自体が危ないんだよね。あら、来た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 。セーブしとこ、セーブしとこ。体力も少ないし。オッケー、オッケーじゃない。わーお、目の前にいっぱいいる。やべえやべえ。ミッションが始まった瞬間に知らんぷりされたけど。都合よくできてんぜこいつら。この段差が怖い。わーお、やばい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 。元に戻れん、戻れん。すまなんだ、カフマンキャブってミッション失敗にはならんか。ひゃー、てか画面が暗いのでですね、一回ちょっと戻ってでセーブして時間を進めておきましょうかね。せっかくね、一番絵になるミッションだから。はい、じゃあ今度こそ行きましょう。てか、なんであそこでジャンプした。あんな横転、横転とは言わん、横転じゃなくて重点、縦に転んだから重点。車としてあるまじき事故やな。おおよそ中の人が無事とは思えない。なんだろう、ユニバーサルステディオジャパン的なところだったらそういうアトラクションがあっても構わんと思うが。へいへい、うちのタクシーのどもこういう風に運転するのがタクシーってものでおい。テッドが一晩でやってくれました。こうやって走ってジャンプするだけで勝手に25ドルが止まっていくというので、なかなか素敵じゃありませんか。おう、引いてもうた。さーてと、
的にはこう向きだな。はい、イエー、来たー。おー怖い怖い、おー怖い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 、派手にやるじゃねえかよ。来た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 、やれるもんならやってみやがれこの野郎ども。しかしあいつらのマシンは性能が高いな。へい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 、トラを檻に入れるだけの簡単なお仕事ですね。今どんな気持ち？ねえねえ、どんな気持ち？ねえねえねえ、どんな気持ちですか？18秒、待つのも煩わしいな。撃ちまくれ。ああだ、あかん、弾が当たらん。しかない、ちょっと待ちましょうかね、ここで。10秒、10秒、わー、あ、あー、おい、大丈夫かお前。片輪走行で入っていきやがった、すげえ。すげえけど、ちょっとトラさん、あんた片輪走行から元に戻ることはできないのか。ちょっと待って、これまさか本当に元に戻らないとか、そんなことないよな。その片輪走行状態からちょっとトラさん、トラさん怖い、あんた、ちょっとあんた怖い。なんでその姿勢でそんな安定して走行できてんのお前。トラさん、ひえー、なんてやつだあれ。あれぶつかってもダメなんか、 すごいぞこいつ。どうなってんの。ちょっと待って、こっちのマシンがちょっとぶっ壊れそうなんで、一回、あ、やべ、ぶっ壊れる。ぶっ壊れてもミッションは失敗にならないから、まあでも中に入る手段がなくなるな。どうしよう。すっげえ、この姿勢であの安定感、尋常じゃねえぞあいつ。やるぜあいつ。ちょっとヘリ持ってきて遊んでやるか、少し。ちょっと遠いけど、一体どうなってんだあれ。この辺はヘリがないから仕方ないな。ちょっとマイハウスまで戻るしかないね。ポリスヘリがあるのはバイス思想率だけだよね。そこの警察署の上にヘリポートがねあるんだけども、それはバイス失踪率だな。そこでヘリを入手するのが一般的な手段のうちの一つ。バイス失踪率はもっとバイスシティよりもヘリは入手しやすいからね。向こうの島のマンションの屋上から、まあ、毎回買う形になるんだけど、一人乗り用のヘリでちょっと面白い形のやつがあるから、確か6000ドルとかかかるけどね。しかも車両の保存自体はできないので、毎回6000ドル払う形にはなるが、そもそもお金に困るゲームではなくなってるというか、まあ昔のバイス、GTA ってもともとお金に困るゲームじゃないけど、せいぜいこのゲームぐらいか。バイスシティではこう物件買うためにちょっとお金使わなきゃいけないので、序盤戦の資金繰りは非常に重要なんですが、バイスシティで毎回6000ドルなんて払ってたらね、12万ドルのマリブクラブなんてそうそう買えなくなっちゃうけど、ただそういう意味もあってヘリは非常に簡単に入手できるので、わざわざこうやってね一箇所の場所に戻ってまでヘリを取りに行くなんてことはしなくても良いのですよ。さてお兄さん、まだやっぱり横転してるのかい。ああ、元に戻ってんじゃないか。面白くないな。そ
それどころかこっちを認識してない、もしかして。全然カーブする気配ないもんな。どうした？うん、全然こっちに来てる感じしないもんね。まさかボンバー自殺モード。あれ？おお、勢いついてる、勢いついてる。え？あれ？どうした？どうした？どんどんバックしていくぞこいつ。おおお。どうしたんだ AI。そのままでは、そのままでは、あなたいいのか？お、どうした？やっぱりスーサイドモードになってる。そんなのがあるかどうか。わあ、また向こう行った。何やってんの？あ、また戻ってきた。おお。どうした？やっぱり AI がおかしくなってんのか。やっぱり。お兄さん、そのままでは危ないと思ったらそこまではいかない。あ、やべ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 、危ない危ない。あ、しまった、このバグがあるんでした、忘れとったわ。一回ちょっとロードしますね。まあこのミッションは楽しむために何度もやるもんだと思ってるから、私はね。ただまあそこにたどり着くまでのところは、そやな、カットさせてもらうのが一番いいか。うん、じゃあカットします。はい、ということで移動の部分はカットということで、はい。じゃあこれからまた奴らが現れると。このムービーをスキップできないな。今度はよりスマートにジャンプ。おお、怖い怖い。おっと、やばい、追い詰められてもだ。おい、どっこいどっこい。やばいやばいやばい。なんとかなんとか加速できる環境に。ああ、いけたいけた。よしよし。ではさっきと同じ方法を用いるか。いくぞー、ほらー、オッケー。ちょっとここで一回マシンを修理しておきましょう。時間はあるしね。すぐそこにガレージがあるというのは非常に助かる。お忘れ向きか。まさか制作者はこうやって遊べと、そういう風に言っておるのか。さっきの位置的にはもうちょっと右を陣取るというか、むしろ横向きになってみるか。こんな感じで、どうや。あ、いかん、ちょっと後ろすぎた。もっとギリギリになきゃいかんなったか。まあとにかくクリアすることを重要視しましょうかね。そのためにはですね、まずは一回突入してと。よし、こっちだ、来い、カモンカモン、クイッククイック、へへいへへい、来た来た来た。あっちゃ、やっぱマシゴの方がマシン性能高え。おお、自分のなんかに引っかかって飛んだ。えいやー、失敗。おお、すっげえジャンプした。落ちたぞ。いとも簡単に。なんか、おー、血が弱いと言われちゃそれまでなんだけど、まあ別にそういうのを狙ってはいない。というより、何度も繰り返せばなんかもっと面白いものが取れそうな気がするので、ちょっと別個にセーブを用意しておきましょうかね、これ。はい、まあ、トリマトリマ、これで、ひとまず、カフマキャーブのミッションは終了です。はい。ではですね、引き続きまして、このまんま、ボート宿のミッションに入っていきましょうかね。だからその前にちょっとセーブポイント分けたいので、って別にあれか、いたー、ごめんなさい。この
この人ちょっとここでセーブのやりくり間違えるとちょっと厄介なんだけども、さっきのセーブデータは置いておくということで、まあその前に新しい、物件買いましょう。はい、1万ドルか、なんだ2万ドルだと思ってた。ここのボートは乗ると勝手にミッション始まっちゃうからね、あんまりよくはないんだけどね。その船がでも入手できる場所ってね、他にないんだよね。だからどうしても固定脇のポイントってのがあんまりないので、船に乗りたいなとなったらもうここに来るしかない。まあミッション中なら全く問題はないので。バイスシティは海の町の割にあれ船が出てねえ。畜生。これで出るかな。海の町という割には出ねえな。もっと遠くまで行けってか。意外とボートとか乗らないからね。むしろ GTA5、わーお !GTA5 の方が。あれなんて言うんだっけ、シーシャーク、シーシャークっていう乗り物がありますよね。一人乗り用の、いやあれは二人乗れるか、二人乗れる。おっとちょっと、二人乗れる、なんかミニボートって言ったらいいのか、なんて言ったらいいのか、なんて言ったらいいの、全くわからん。じゃあいいや、どんどん行こう。このミッションははっきり言って難しいというか、早速ミスった、ごめんなさいね。早速ミスったので、これは絶対やり直した方が早い。やり直した方が早いっていうか、これはロードした方が早いか。なんか全然うまくいってないが、てか最初のチェックポイントミスるとは思わなかったね、さすがに。いくらちょっと余裕持ってやってるとはいえ、なんであんな流されてたんださっき。波があったか、いや関係ないか。ちなみにこの右にある方のボートはスピードが出るタイプで、左のボートがテクニカルタイプらしいですが、まあまずスピード一択じゃないかなとは思いますが。痛い、変な方向にジャンプしてもたから。でなんつってもこれ、人によってはおそらくこのミッションが一番バイスシーンの中で苦戦するんだよ。今すでに突破しましたが、さっきまでのぐるぐる回ったとこありますよね、あっち行ってこっち行ってって、あのシーンがめっちゃ難しいんだわさ。慣れるまではね。そのボートの扱いという、まあ、なんかボートミッションのたんびに言ってる気がするが、ボートの扱いというもの自体が、車で道路を走るという感覚とは全く異なるので、まずそれを理解できてるかどうかがポイントですね。でも、まあ、その感覚さえ分かっていれば、あんなところは別に難しくはないんだけども、大事なのは左下のマップで自分が向いてる方向を見ることですよね。やっぱりカメラの反転が遅いので、ボートの操縦は。なので左下のマップの、主人公方向を示している矢印、あれがちゃんとマークの方を向いているかどうかって、まずそれを見る。でそれしか見てなかったから、さっきなんか障害物にぶつかっちゃったわけなんだけども、まあ良いのではないかと考えるよ。はい、私卒論には良いのではないかと考えるばっかり書いたよ、考察でね。何々ではないかと考える、何々ではないかと考える、そんなばっかり。でもね、
もうボキャブラリーが少ないとそんなもんじゃないかなと思う。しゃ、ゴールが近いが油断した。やべえやべえ危ねえ危ねえ危ねえ。うー、オーケー、はいはい、これでボートヤードも終わりまして、マリブクラブとアイスクリーム工場はスキップ、あとついでにサンシャインオートもスキップしますので、これで一通りのミッションはクリアしたという形になりますと。はい、あとは最終ミッションの電話があって、これはもうこの私が少なくとも喋る必要はなくなるわね。もう喋ってプレイするのは終わりということになります。はい、あとは最後にセーブポイントまで行きたいけど、とまず電話がいつ頃にかかってくるかな。もうかかってくるとは思うんだが、わっちゃ、まセーブポイントはどこでもいいのでこの辺でセーブしましょうかね。どこだ、あの物件購入マーカー、ああ真ん中か、そこそこ、もうお金気にしなくていいしね。ここ買ってセーブしてと。エルスワンコガレージついてるが、しかしこれここの建物に関しては一室だけ借りてる形じゃないよな、明らかに。まさかこんだけの建物8000ドルで買えるのか、そんな無茶な。はい、というわけでセーブしましたので、あと最終ミッションが、出るのかな、電話かかってこへんかな、少し待ってりゃかかってくるか。いや、もうまあもう時期かかってくるでしょうということでここまでにします。はい、それではですね、私が人間が喋る、動画はここまで。はい、この後はおまんじゅうさんに引き継ぎますんで、じゃあここから先はよろしくお願いします。ここまでもよろしくお願いします。ジェイカーのありがとうございました。はい、じゃあここまで、はい、どうもお疲れ様でした。それではスワスワスワ。Kaufman's Caps Guardian Angel to eat some Fender. It's time for Kaufman's Caps Guardian Angel to eat some Fender.It's time for Kaufman's Caps Guardian Angel to eat some Fender. Dog, Gorn, Gig, Linux, Gorn, Cheek. It's time for Kaufman's Caps Guardian Angel to eat some Fender.